今回は怪現象神田正輝さんが毎週土曜日にトレンド入りしているということで、こちらの記事を見ていきたいと思います。でまずですね、神田正輝さんが2021年に、娘の神田沙也加さんを亡くしてしまってからですね、急激に老けてしまったりとかね、激痩せ、白髪も増えたんじゃないかということで、その容姿にも注目が集まりました。ただこれに関してはですね、8月に週刊誌の取材を受けて、その際に病気ということは否定しています。そして怪現象はですね、毎週土曜日、神田さんが土曜日の朝にですね、旅サラダという番組をやっているんですが、この時に毎週トレンド入りするということで、ただその神田さんだけを狙ったですね、複数アカウントが確認されていて、これらがですね、TwitterX が収益化になったことも影響してか、毎週神田さんをツイートする、そしてさらにそれをみんながですね、トレンド入りして、自分もタグ付けするということで、こういった現象が起きているのかと思います。今回は神田正輝さんの激変ぶり、そしてトレンドに入るという怪現象を紹介させていただきました。